カがもうちょっと着くぞ。ちょっと下道走ったらこの辺から着けようか。高速使った方が楽だな。で、あっちは来たくないけど、遠目は絶対嫌だ。でしょ。いやでも分からないんだよ、いつもあそこ海老名の洗礼受けるんだよ。いや海老名はもともとあのサービスエリアが有名なのと、最近だから海老名もすごい今発展してるから、高尾と一緒 の、 あの自然住宅みたいなのが無理やりできちゃうんでしょ。海老名でも混むの。確かにな。で下だって普通に混むじゃん。混むな。でもいろいろできてるから海老名って今注目されてる土地だからね。実は昔は本当何もなかったじゃん。田んぼだったもん。あれビノウォークだけだった。あった離婚しかなかったし。そしたらさ、ララポートでしてからもっとすごいじゃん、いろいろ、うん、駅の雰囲気も、うん、だから見えねえ見えねえから少し。自分の YouTube のアカウント覚えてないから変えられるとログインできなくなる。なんでダメなんだろうね。さあ、周知の顔が悪いからさ、うん、あれどうした。いや、オークションで。じゃあ水飲むか。終わってた、やべえと思ったら落札できてた。1円も釣り上がんなかった。え、なんで。お水飲むか。飲むタイプな。まあいいや。電車でゴン。お水じゃないの、あんたは。ちょっと少しあんたおデブになってきたから、ね、今の体
体重か 3.8 ぐらいがちょうどいいな、ほぼは。これ以上いくと多分ただデブになりそう。およそ300メートル先に寝ようね。帰ろうぜ。さっさと風呂入ろうと。なんでエアドロップできないんだろうな。わかんない。わかれ。あれ無理じゃねえ、無理ね。あんな狭い道で。どこ？諦めちゃった。何が？2台。じゃあ、あのワゴンこっち曲がろうとしてた、左。ああだけど、あっちから車来てたし、諦めて。チャリ引きそうになったそういうの。で、あっちから行くんだ。それでもチャリ引こうとするの危ない。危な。結構無理くりなし。どこ行きたいんだ、あの車。変な感じ。無麻酔でやってもらってんだよ、あの人、歯のクリーニング、はい、いくらでやってもらってんの聞いてみようかな。1万ぐらいかな、多分。ちょっと待って、ちょうど。キリン食堂、あーまそう。こういうとこたまんないね。うわ、しかも、あーいいね、いいね、いいな、いいね、この雰囲気。超腹減った。あの上にテレビある感じがいいね。いいな、来て俺いいなみたいな、すげえ顔してる。テレビ見てたお兄ちゃんと目合っちゃった。目合っちゃうよ、ちょっと。だから私そこをそらしたら気まずくなった。ああ腹減った超俺腹減ったって顔した。さっきパン食ったから意外と平気。何かを、あーそっか、ヒレカツ食わねえと多分家にあると思う。エアドロップできないんだろう。何分動画？5分。ちょっと過ぎてるでしょ。うん、やだな。まんちゃんが欲しいな。JR 三宮駅で新快速車内に液体で避難誘導。避難誘導？誘導。あ、騒動。避難騒動。うん。で液体がサリン事件だとみんな思っちゃったんじゃないの？要は。そういう実際あったからね、10年前に。まあ、あれっていうか、もうあれもう紙パックぶち抜いちゃったんですよ。いや、そしたらその液体がどうやら乗車してた人のリュックに入ってたペットボトルの水で、うん、あ、要はキャップが緩んでたから、それが傾いて漏れてしまったらしい、うん、からまあただの水だった。まあ水でよかったね。まあね、真相どうだけど、裁判は損害賠償請求されるのかな、こういうのって。それはされないでしょ。不可抗力だもんね、わざとじゃないもんね。うん、それは大丈夫でしょ。なあ、まあなんか珍道中で終わってよかったよ、まだ。これが本当に、だってサリンの可能性は分かんないからね、最近変なのいるから多いし。ねエアドロップできる？できないっつってんじゃん。なんでできないの？壊れてんじゃないのそれ。壊れてねえよ。
れ繋がってないとダメなのかな。